夜の街で多くの市民が何かから逃げていますその背後に迫るのは15頭の巨大なアジアゾウです中国メディアによりますと象の群れは昨日の夜に雲南省の市街地に侵入しました象は興奮すると人を襲う可能性があるため地元当局は付近の住民を避難させた上で道路を封鎖し森へと誘導しました象の群れは今日の未明には市街地を離れました 農作物などに被害が出ましたがこれまでのところけが人などは確認されていません。